ですね、ライジングサンロックフェスティバル、今年で10回目です。このね、アニバーサリーイヤー、ライジングサンらしい雰囲気、ロケーション、そしてライジングサンらしいアーティストが総動員して、皆様をロックすること間違いなしです。待ってます。今年10回目ということで、ものすごい豪華なメンツが揃ってます。中でもビーチズは絶対見てください。北海道ということで、食べ物とかいろいろ出てる、出店で出ている、お店で飲むビール、音楽を、遠くの方に流れてる音楽を聴きながら飲むビール、お肉。今年の見どころはですね、なんて言ったって毎年なんですが、朝日です。曇ってても朝日が出たという感じでみんな喜びますんで、あの感動的な朝をぜひ皆さん迎えに来てください。初出場の、ビーチーズをぜひ、見てください。アーティストもそうなんですけど、会場の空気感もすごく広い会場なので味わってほしいと思っております。北海道はでっかいの、エゾはエゾ。